どうもー、ポル太郎でーす。よろしくお願いしまーす。さあ、なんと今日はですね、バレンタインということで、お嬢さんがなんか作ってくれるらしいんですよ。ハウスして待っとこうかな。いや、違うな。やっぱ待ちきられへんからちょっと見せてほしいんですけど、バレンタインというのはですね、なんか女の子が手作りで、なんかチョコレートを作って、愛を伝える日らしいんですけど、まあもちろん、お嬢さんが僕のこと好きなのは知ってましたけども、ただ一つ気がかりなことがありまして、チョコレートって犬食べたらあかんのんちゃうかったかな。一生懸命作ってるね。お嬢さんがあまりにも一生懸命やってくれてるもんやから、そこんとこはあんまり強く聞かれへんねやけど、お嬢さんそれチョコレートなんでしょうか。僕が聞いたところによると、チョコレートを食べてしまうと死に至るということを聞いたことあるんですけど、違いますかね。僕の勘違いやったらそれはいいんですけど、お嬢さんはもしかして歪んだ愛の伝え方をするタイプの女性やとしたら、そういうこともあるんかなとか考えたりしてるんですけど、違いますよね。あ、箱も用意してくれてるんですか。ありがたいところなんですが、早いとこその中身を確認させていただきたいんです。いざ、はい、食べなさいとなった時には、ちょっと手遅れな気がするんで、ありがたいですね。飾りもつけてくれて。その前に確認の方を皆さんにまずしていただきましょう。どうですか？それチョコレートですか？どんな感じにできてます？あ、やっと僕が確認する番が来たようですね。ちょっと見せてください。開けてください。はい。どうですか？あ、これは、あれじゃないの。病院でいただける最高に美味しいやつじゃないの。早くください。申し訳ない。疑って本当に申し訳ございませんでした。お嬢さんの愛を真正面から受け止めたいと思いますので、はい、ください。お座りもしてますよ。もうそろそろ開けていただいてもよろしいんです。はい、開けてくださいよ。はい、もう食べる気満々ですから、ありがとうございます。開けてください。いや、そんな意地悪せんとってくださいよ。ちょっと疑っただけじゃないですか。もう金輪際お嬢さんの愛を疑うようなことはしません。あ、どうもありがとうございます。うまい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 、これですよ。これを待ってたんですよ。最高でございます。バレンタイン最高。もう毎日がバレンタインやったらいいのになと思ってるぐらいでございます。お嬢さんの愛を一身に受けて、これからも成長していきたいと思っております。なんせ初体験のバレンタインやったもんで、ね、舞い上がってしまいまして、お嬢さんが歪んだ愛の伝え方をする女性ではないんだろうかと、ちょっと疑ってしまいました。本当に申し訳ございません。言ってる間にもう全部食べてしまいました。なんならこの箱にパンパンに詰めといてもらってもよかったんですよ。こんなハート型とかじゃなくて。あ、こういうこと言うと女性からちょっと非難を食らうかもしれませんけれども、それでも私はこのパンパンのやつを一回経験してみたいもんです。もうないんですかね。この裏側とかにもしかしてあったりとか。あ、お嬢さんどうもありがとうございました。まあただちょっと今はそういうことはいいんで話してください。ちょっと今匂いを嗅いでるんで、最後の残り顔。あ、ちょっとママさんやめてください。ママさんからはまだもらってないから強めの態度取らせてもらうよ。いやー、まあバレンタインは最高やったということでいいんですけれども、もしあの箱の中身がガチガチのチョコレートやった場合、僕はどうすべきやったんやろうか。考えたらちょっと恐ろしいよね。傷つけへんように黙って食べた方がいいんやろか。その辺はこれからの課題やね。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。みんなどうもありがとう。ママさんまだもらってないよー。